十日町市で最新の乗り物が公開されました。過疎地の暮らしを変えるかもしれない最新技術です。紅葉が美しい十日町市の山あい、一ノ越地区に現れた黒いメカ。その形はまるで巨大なドローン。おもむろにパイロットが乗り込むと、これはホバーバイク。開発したのは東京のベンチャー企業 ALI テクノロジーズ。完成まで4年。8月から騒音トラブルや企業秘密が漏れる心配が少ないという理由から、一ノ越地区で試験を進めていました。およそ3分間、高さ1メートルほどまで浮いたホバーバイク。開発を見守ってきた住民も興味津々です。わりかし大きかったですね。空飛ぶんで緊急の患者とかを運んでればなとは思ってます。私たちは農家だから、それこそなんか消毒使えば投げればいいなぁと思って今思ったけど、サーキットだとか海だとかで使うようなレジャー目的、ライフスタイル目的のものもあれば、いわゆる、緊急時の対応、災害救助、人命救助、そういったところで他のモビリティよりも機動性高く、路面環境が悪いところでも移動可能というところで、そういったところの活躍が期待されるということで、さまざまなお問い合わせいただいております。気になる値段は、1台あたり保険であるとか、最初乗っていくため その導入支援みたいなところも含めて、7770万円で販売しております。今のところどこでも自由に飛べるわけではありませんが、小回りが利く利点を生かしてビジネスチャンスにつなげたい考えです。